はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。で、今回なんですけども、ランプドラゴンですね。はい、ニュートラルに頼らないランプドラゴンをちょっと使っていきたいと思います。今ね、サタンがかなり早く出せて、またサタンドラゴンが強いぞとか言われてたりするんですけども、 PP 加速っていう点ではアイラさんめちゃくちゃいいですし、このアイラさん、なんだっけ、6コストで出して 3PP 回復して進化時、6PP 残ってたら、パートナーなんかアイラちゃんの相棒みたいなのを出して、そいつが生きている間はアイラはダメージを受けないってことでかなり強いんですよね。なのでそれを利用したランプドラゴンできないかなと考えた感じでこんな感じになりました。基本的には PP を加速しつつ、ドラゴン牧場で、まあそうですね、突風のドラゴンが出たらいいなとか、ハルクドラゴンニュートで、守護も張れると、フォルテの疾走も見えているといった感じで、まあ結構バランスは良いのではないでしょうかといったところで、やっていきたいと思います。ちなみにこのデッキ試すの初めてです。いきます。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあ、それではやっていきましょうか。お相手さんはロイヤルさんですか。ロイヤルさん、指導行事追加されてまあ強いよねとは思いますけど、どうでしょうか。我が刃は暴虐とドル。さあ、最初の手札アイラはいいな。アイラで PP 加速できるので PP を加速したかったんですけども、そうじゃないそうじゃないんですがね。まあ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 、なんとかなるかな。優雅なもてなし、これリオードか、リオードかもしれねえな。嫌な予感がちょっとしてますけども、ここでリオード出てきたらもうほぼほぼ確定だぞ。優雅なもてなしを採用してるリオードじゃないやつ、その説がちょっと出てきたけどもあ、ドラゴニックコア、まあマサムネ君は置くのはダメだな、置かない方がいいでしょ。これはお相手さんの3ターン目、この手を取るか。どうした、空いてる。おそらくこれはリーシャが確定でしょう。機械軸だったら2コストで何か出てくるでしょうし、どうなんだろうな。これは今は機械軸ほとんど見ないけどな。どうだ大江さん、空いてる。これは何を持ってきた。ルタムですね、お客さん。もてなし3枚使ったぞ。作戦、まあここは従者でめっちゃ喋ってくるな、おじさんなめっちゃ喋ってくるけども、知らぬのならばおとりにおとり、無力なのだよ、無力なのだよ。ガルミーユ、まあここは演奏。お相手さん、なんだろう、スキン手に入れたてなのかな。スキン手に入れたてだとね、なんかいろいろと試してみたくなる気持ちはわかるけど、お相手さんの5ターン目どうしてくることやら。リーシャってことはクイックブレーダーがなんかがくっつくな。これクイックブレーダーが当たってきたら、ガルミーユ相打ちになるのかな。あー、まあ上から取ってくるか。であるならばガルミーユ、いいぞ。お相手さんも進化を温存してきてる。進化ロイヤルって感じもしなくもないというか、なんというか、空いてる3枚目、どんだけ空いてる持ってきてるんですか。7コストの指揮官が手に入ったって感じか。火炎の決心、黒き破滅を。進化塾だねこれこれ進化塾だね。勝利の証。これはヤブンハール当たったら死んじゃうのでね、さすがにないか。世界は進むのよ。ドラゴン牧場の主張が激しいですね。ドラゴンか。
できることだったらね、ヘルフレームドラゴンが良かったんですけど、まあ致し方なしかな。おっと、近づきすぎたかな。ヤブンハールがまた出てきたらめんどくさいことになりますが、まあアイラ、おお、不朽の王女。臆するな。私がしのぎきる。突風のドラゴン。なら、ここは、アイラですね。アイラで、10PP にしていこう。全部ん？あ、絆の波竜出しましたこれで、アイラさんが66。絆の波竜当たりまして、出てくるのは44じゃないだね。44なので、7点ダメージぶっぱで、アイラはダメージを受けませんよ。つえいや、これつえまあ今回ドラゴン牧場で突風のドラゴンが出てきてくれてちょっと助かったってところあるか。まあヘルフレームドラゴンでもなんとかなったかもしれないけどね。さあ、大和さん困ってますね。レイサム出しても相打ち、フニカル先に、フニカルが出たってことはあれですね、ヤブハルクつかないとまあ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 、まあ、絆のハリューに1点飛んだんで、2点から飛んだから、おほほ、残念、勝ちです勝ちですね。ちょっと強すぎひんか。1ターン目2ターン目何もできなかったけど強くねえかアイラさん強くねえか。いつかきっと勝てるかも。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。